第54回プライムタイムエミー賞は2002年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2001年6月1日から2002年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に送られる賞である受賞式は2002年9月22日にカリフォルニア州ロサンゼルスにあるシュラインオーディトリアムで行われた 司会は、コナン・オブライエンが務め、アメリカでは NBC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は9月14日に先行して、発表された。主要部門の最多ノミネートは、ザ・ホワイトハウスの16部門で、6フィートアンダーが11部門、ヘイ、レーモンドが9部門と続いた。主要部門の最多受賞は、ザ・ホワイトハウスの4部門で、 ヘイ、レーモンドと、チャーチル、大英帝国の嵐が、それぞれ3部門と続いた。ザ・ホワイトハウスは3年連続で、ドラマ部門作品賞を受賞している。レイ・ロマーノコメディシリーズ主演団優勝、ジェニファー・アニストンコメディシリーズ主演女優賞、マイケル・チクリスドラマシリーズ主演団優勝、アリソン、ジャネードラマシリーズ主演女優賞、アルバート・フィニーミニシリーズ、テレビ映画主演団優勝、 ローラリニーミニシリーズ、テレビ映画主演女優賞、ブラッド・ギャレットコメディシリーズ助演男優賞、ドリス・ロバーツコメディシリーズ助演女優賞受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は含まない。 数字は主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は含まない。ありがとうございます。